ん？て、プーレイ！これね、週刊ボックスもらったんだけど、いやー、価値あるな。俺、今度行くわ。はい、どうも、皆さん。マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか？やってきてしまいました。カズ世界、ナウでございます。はいですね。カズ世界、最近は、やらかし放題。やっぱ、ネザーって怖いねって話なんですよ。師匠と共にですね、ミルダムの方で、こう、マイクラのね、チャレンジを、近頃やってるんですけれども、日曜日なので、明日かな？で、先週の日曜日から始まってます。ぜひですね、ミルダムの方、さっきはそっちでやっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。うちの箱の中あったやつにちょっと復活させてます。せめて飯はね、ないといけないということで、この間ダイエット引き換えにもらったやつそのまま残したんでね。はい！ちょっとこれ。おお、何これ、すげえ、エンドの宝だな、これ。エリトラ2つもある、そんな撮ってんの？あ、そうだ、掲示板見に行かないと。チャンネルは年末年始のぞくほぼ毎日マインクラフト動画をお届けするチャンネルでございます。私が中野市マグニー以後お見知りおきよろしくお願いします。生配信はミルダムにて、概要欄からご覧くださいませ。それでは本日もやってまいります。ショータイム。あのエンダーマイト一体何なんだってしょうね。2分ぐらい経つといなくなると思うんだけど、見た感じ名前もついてなかったし、もしかしたらちゃんと見たら名前ついてるのかもしれないけど。さあ、ちょっと久しぶりに来るから、どうだろう。日付。あ、大丈夫だ、大丈夫。全部公開できるわ。ポップン余ってたら分けてほしいです。帰宅部トリオ、オブジェ作りました。あれですよね。あれですよね。おめでとうございます、本当に。これね、シルカーボックスもらったんだけど、今持っててもちょっと怖いからね。ちょっと、一旦ここに置いとくわ。でね、これはいただいて、アスレチックちょっと待ってください。必ず作る。でね、これ、ちょっと何これ。エルトラレンタル始めました。黄色い屋根のお店ですって。で、エンダーロラップ簡単なの作りましたっけ。よーし、じゃあこれエンドにちょっと行ってみるかな。で、エルトラレンタルって言うからさ、ちょっと経験値もあれだし、言うてさ、ネザーに取りに行かないといけないじゃない。大阪県を必ず取り戻してやる。この間さ、コラボしてたじゃないですか、ドズボンさんと。その時に聞いてたのよ。エルトラ屋さん始めたよって。これだ。レンタル料気持ちで結構。ルール、レンタルしたらその日に返してください。ここに気持ちが入ってるわけね。はい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 。ちょっと借りよう。ちょっと借りよう。レンタルさせていただきます。気持ちお返し、必ず気持ちお返ししますからね。今日エリトラ借りたということはさ、結局エリトラでエリトラを取りに行きたいわけよね。自分の。あ！おしそ分ける。いやー嘘だ。そんなメンさん。ちょっと待って、ちょっと待って、一旦置いとくわ。また改めて来るね。ここちょっと、この掲示板整理しに来るから。レンタル店、ありがとうございます。つって、今からこれ見に行くから、取る。で、これはまだちょっとね、俺ちょっと使うの怖いから、あれだし。コップが余ってたらね、ちょっとこれもちょっと持っていこうか、一回。あ、てか全然いなくならないね。やっぱ名前ついてんのか。骨です。ほんの気持ちです。土1スタックというちょっと嫌がらせでね。はい。本当に何も物資がないんだ。全く物資がないんだ。いろいろ回収してくるから、ちゃんと真面目にやりますんで。安心してみんな。安心して。ちょっと一旦、ごめん。もう、ありとあらゆるものレンタルさせてくれ。うん。30個でいい。とりあえず取り返そう。取り返すところから始めよう。ちょっとここで、ポーションもお借りするぞ。で、まず、エンドに行ってみましょう。怖え。お、でかすぎるって。あー、もうこれ絶対シルカー運んだな。ここか。あー、お得意の。なるほど、なるほど。じゃあすいませんが。ちょっと、エンダーパールを、もらいたいと思います。いいね、いいね、いいね。よし、エンダーパール使えるからね。もうじゃあここから。とりあえず、マイエリトラをね。あー、シルカーがそこにいた。あれ？シルカー運び出したんじゃないの？これなんでこれ？考えたら、なるほど。ああ、ええー、すげえ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 。もうさすがと言わざるを得ないですね。じゃあこれを私は持ちまして、ちょっとエリトラだけでもね、マイエリトラだけでもね、ちょっと取っときたいじゃん。マイロー。このやり方はね、一番正しい。複数人でやってるじゃん。どこの、このシティ、エンドシティが取ってて、っていうのが、分かりづらいことっていうのが多々あるから、やっぱ地図で埋めていかないと、で、ここ取ったよっていうのが分かるようにしとかないといけないってことで、まあ、ベストな選択ですね、これ。で、この地図の中で探すっていうのがセオリー。はははは。ばっはっは。ちょっと申し訳ない。ちょっと申し訳ない。すいませんね。
ありがとうございます。自分のエレトラは取れたね、バッチリだね。この辺はもう自分で使っていいわけよ。でこの辺はね、ほんの気持ちですっつってさっきのキヨキヨさんのところにお渡しするとか、このダイヤモンドもね、ほんの気持ちですってお渡しするとか、でもそういうことができるね。やっぱりさ、ここだよ、エンドシップだよ。一番いいのは宝が、宝の質が。エンドラの頭を一応取っとくけど、よっしゃ回収ね。一旦これで今日は帰って、また改めて攻略しに来ますね。ん？っていうかさ、入った瞬間にあったのね。すごくない？こうだ。ね。こんな感じで行かせていただきましたよーと。よっしゃー、ゲットできたー。お、めっちゃ集まってる。ちょっと、もう俺も経験値欲しい。もうちょっと、トラップ使わせてくれ。せめてエリトラ強くしときたいよね。で、借りたもの全部返して、そうしようそうしよう。いやー、価値あるな。俺今度行くわ。ちゃんと。エンドシティ。すごいわ。よっしゃ、経験値も十分。おー、怖え。クリア。ん？ありがとうございました。解釈からキヨキヨさんのところにほんの気持ちですっていうのと、エリトラをレンタルして返しに行くので、行こう。ほんの気持ちですのところにダイヤ4つ入れといて、ドズルさんのところに早速返しに行こう。レンタル料はほんの気持ちで、これエリトラを入れた人がいるわけね。じゃあ私はダイヤモンドと、消滅ついてるけどな、この辺をお渡ししとこう。で、金もじゃあ半分渡しとこう。レンタル店儲かりそうですね。お世話になりました。さあ皆さん、着々と準備が整っております。やっぱりね、一回レンタルさせていただいたんで、この後ね、この後じゃないけど、また今度、今日のさっきのエンドシー、借りに行くから、そうなったら私のまた装備が整うわけです。そうすれば私の復活です。皆さん、私というものの復活でございます。これちょっと置いとくわ、あいつは取ったんだなっていうのがこれでわかるわけだから。じゃあ以前もらった修繕と、ちょっと島の師匠探し回ったんだけど、耐久さ持ってる子はいなかったんで、一旦今日はもう修繕だけでいいわ。いや楽だな、エリトラ最高、エリトラ最高で、これ金のレギンス履いときゃもう完璧じゃん。取り戻すよ。ただこれ遠距離系のやつがね、ちょっとで割れていいな。ごめん、もうちょっとアイテムあさらしてくれ。弓もありました、弓も持ってきました。それではリベンジのスタートや。なるべく無駄な動きなくやっていきたいと思います。何こんだけ集まってんのこれ。皆さん、改めまして、今日も自分のアイテムしか持っておりません。安心してご覧ください。どんどんハードルを下げていく私である。そうだよな、このデルタもさらに超えて、アップね。で、これが1個目見つけたやつなんだよな。ちょっと待ってね、私ね、スクリーンショット撮ったのよ。確認してくる。ここだ、ジャジャさんだ。ジャジャさん来た。みんなどんどん近づいてきたよ。こっからの足取りがちょっとわからんのですよね。こっちだったかな。一応ですね、当たり判定出してるので、アイテムが落ちてれば見れるようにはなってんですけど、いやー、どうだったかな。あ、あそこちょっと怪しいね。はっ、お、あれか、あれか、お、ちょっと待って、あれじゃないか。お、ちょっと待ってくれ、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 あー、追いかける。鶴橋は耐火飲んで、あった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 、急いで、よっしゃチャララ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 ラよし。
リベンジ完了。